どうも、菜食兼備、イケメン、イケボ系、YouTuber 系、チャージャー使い系、美徳修礼、菜食兼備系 YouTuber の滝です。チャージャー使いは全員ね、まあ、さっき言った通りなんで。いやね、部屋のパワーが高いわ。なんでこんなパワー高い？泣ける。泣けますよ、ほんとに。なんか、最近のチャージャー使いみんなこたつから、うちもパクリ。世の中はパクリから生まれてくるんだぜ。さて、行きましょう。さ、敵がおらん。てかね、部屋のパワー高いし、これ付け始めだから多分ね、これ実際に2500くらいやるんだよな。ということは我、死亡。うち、ヤグラの最高パワー2500、実質2500だから。実質2502だから、まあ、2500変わんねえだろうって、そういう感じなんだけど。味方が死んだよ！味方、かだみのみ！あ、お前は守れない。かだみのみは救えない。動画タイトル。危ないけど、これみんな死んだね。みんな死にました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 ね。おら、暗いな。誰も当たらない。みんなうちには無関心。さあまあ、そういう日もあるさ。てか、カーボンがやだなぁ。カーボン王冠かなぁ、あのカーボン。これ絶対うちに打ってくるでしょ。そんなことはなかった。うちに打ってこーい。この中でうちが一番ダコいんだから。うち平野のパー2400いるけど、うちパー2350しかねえんだから。うちがザコに決まってるじゃないか。だからね、うちはね、低いパワーなんで、60も高いんで、部屋のパワーが。だからね、これキャリーしてもらえるはずなんですよ。まあ、キャリーされるか、ボッコボコにされてもあげるかの、どっちか。まあ、キャリーしてほしいですね。まあ、味方はね、少なくともうちよりは強いはずなんで、まあ、そういうことに乗りましょうね、っていう。誰もいない。待ってこの人ペンじゃんそりゃボコボコにされますわ。ぴょんとチャージャー対面だなんて。来てお前は倒す。ぴょんぴょんうちに無関心なぴょんぴょんぴょんやめてうちのことをいじめないでアイアムキュー。あ、見ない。もう負けやんぴょんなんて。もうハイプレー。あ、なんかぴょん死んだ。ぴょんだよぴょん。え？ぴょんとマッチング？絶対今ぴょん、あ、ダイナモナイスとか言ってそう。やめて！やめて！終わりだ！この世の終わりだ！この世の終わりのスナイパーに全てぶち抜かれる、この、うちはこうやっていつも空回りにボコボコにされる運命なのか？うちはオトバルに2500昇格戦を見事になかったことにされ、そしてピョンにはこうやってチャー対面でボコられる。絡まりアンチになるわ、うち。もう次回、タキ絡まりアンチになる。はい、ピョンに行きました。はい、ピョンに行きました。え、なんで倒せない？なんで倒せない？もう無理やん。うちはピョンのパワーになるのか。ピョンのパワーとなって死ぬのか。うちはそんなん嫌だよ。やばい、しかもね、これ多分この人配信してんだよな。配信してるからこそなんだよ。配信してるからね、絶対に戦犯したらピョンの配信でうちの戦犯が晒されることとなってしまう。ほら、いるよ、なんか。でもこんなんね、無理ですよ。味方がピョンだったらまだし、うちがチャージャー持ってるうちは絶対ピョンは味方になってくれないからさ。いやー、1キルが入んないと無理だろうな。いやー、キャンプが死んじゃったな。無理。もう、王冠やん。だって、無理やん、こんなん。プロ相手に勝てるわけがない、こんなクソザコ2350チャージャーが。あとはいえねー、もういいや、もう、いっそのことさ、うちのパワー全部あげるからボコボコにしてくれ。これ再戦しようぜ、もう。てか、うちマジ一回も抜いてなくない？これ死んだらボコっすよ、もう。だから、すまんねえわ、このゲーム。
炭酸で敵将倒せちゃうんだもん。そのさ、コントローラー振ってるだけで強くなっちゃうんだもん、このゲーム。後ろいる、もう無理でしょ、これ。わかった、飛ぶけど。飛びはする。ああ、もうつまんな、このゲーム。なんでこんな炭酸がさ、矢倉の上に干渉してくるの。もうつまんないわ、このゲーム。つまんな、このゲーム。絡まりアンチになります、もう。キャリーしてくれたのはクロスだけ。西沢学園とは、一回もマッチングしてない。もう無理やん。うちもう、クソ戦犯としてさらされたよ。やめます、このゲーム。心出ました。21問してるんですか、これで。